開幕までおよそ1ヶ月、ラリージャパンを PR です。 JR 名古屋駅のコンコースに登場したラリーカー、来月21日から愛知と岐阜の6つの首都町を舞台に開催される自動車レース、ラリージャパン2024を盛り上げようと展示され、駅の利用客の注目を集めていました。あんまり知らなかったんですけど、とてもかっこよくて見たいって言ってたので、ちょっと興味あるんで見に行きたいなと思ってます。この展示は今月20日まで続きます。